時刻は24時30分を回りました水曜日のこの時間はヤフカシャールカのウェンズデーナイト MC はルーキーアイドルハルカと FM ギノワンの山内ですこの番組は25時30分まで収録でお送りいたします何ですか <laughs> なんか大きいなと思って今日え、顔ですか <laughs> そんな月みたいに顔は変わらないっしょ。あ,あ、そうですか。うん。なんかかっこいいね。月みたいに。<laughs> 主人ですね。あ、そうですか。はい。<laughs> え、この番組はね、えっ、ー、とまずね、えー、カッチャンさん、はい。キサさん、コシさん、メーカーさんの提供でお送りいたします。はい。はい。 皆さん、こんばんはここんばんんんばばは。は。今日中黒いですね焼けましたまたあ焼けましたはいああ多分えどこ行ってたんでしたっけ背中島のええ背中島いつ先週背中島はい <laughs> あ県内 県内です県内あな県内旅行そうですそうですはいでなんかプールとか海とかに入ってそりゃ焼けるか焼けましたねそうですねすごい黒いそんな黒いですかおでこまで黒いあごめんねなんか光ってるもんちょっと油多いねこすってる申し訳ないこすって あはい、はい、おじさん丸出しでごめんねいやいやいや今日ちょっとなんかなんですかねなんていうのふーって感じなんでちょっと喋ってもらっていいですかどういうことでしょうか <laughs> えじゃあどうしようかなえー、っと夕べのですね僕のちょっと事件があったのでえ <laughs> 何ですかあの夕、ー、べ <laughs> 気分悪くてて起きて、うん、でもあ気持ち悪いなと思って、うん、でちょっと下半身もムズムズして、うん、なんかうわ気持ち悪いと思って、えー、であ一回トイレ行こうと、はい、このおしっこ出したら大丈夫だはずみたいな <laughs>、うんはい、でトイレ行こうとしてトイレの手前で、うん、もう無理だと思って倒れて。えー おいで冷や汗ばんないでってもうこれやべえなと思って、うん、であ救急車かなとかって救急車ですあでも水飲んだら治ってああ<ー>脱水症状脱水ねうんやばかった死ぬと思ったやばいその時に「あ夜更かしはるかの収録どうしよう <laughs> <laughs> まあいっか」って何それ <laughs> <laughs> え何それでも無事だったのでよかったですえ今何飲んでるんですかそれこうですか水であ水。水と何か混ざってますお酒じゃんえまあまあ大丈夫なんだそうもう全然さその後は普通にやっぱ水飲んで復活して大丈夫でしたえ怖いぐっすり眠れてうん怖いね怖かった 怖い怖い怖いどうしよう遺言とか,とかそこまで考えた,たそうそうそう早いよそうねほそんな考えるなら救急車呼んでほしいね早くねただねちょっとギリギリまで待とうと思ったわけよなんえけ、うんなんかほら救急車なんていうの部屋着だしその、うん、なんていうのかな <laughs> あのいろいろ出てるしこの,変なのも部屋着だしうん ちょっと嫌だなと。いけそうかなはい気をつけてほしいですねそうねうんはいお水いっぱい飲んで寝ましょうねほんとねだから昨日もねフットサル終わって酒飲んだんですようん水分は取らずにわあ多分それでしょうね完全にそれですねうんダメだねうんで2リットルのだいたいペットボトル持っていくんですけどはい 買ってその,のフットサルねでもね昨日よく見たら多分3分の1ぐらいしか飲んでないですえー、そう全然飲んでないそうそうそう,そうだからやばかったねうんはい。あなんかお家にいて熱中症になるってどういうことって思ってたけどなんかそんな感じなのかもねそうこんな感じのはずねなんか全然油断してましたね、うん、昨日いろいろあって選挙とか も岐阜湾し昨日暗視の、うん、ああ大変でしたねそうなんかね本当いろいろあったんですよ昨日ははいはいはいいや、はい、でもね本当全然な,なんていうのそれでね亡くなる方も全然いるからそういるからね気をつけましょうねだからその「あ夜更かし収録どうしよう」って思って <laughs>、うん、であ「ハルパン、俺がもし死んだら悲しんでくれるかな」とか思ってました <laughs> <laughs> そんなにさこの <laughs> なんていうのえ考えた本当にはいこういう <laughs> まあう,うしいけどうんそんぐらい存在あってそれはそうですよもうえ、ん、嬉しいけどでも、はい、まあいいかと思ったんですよねまあまあまあ、うん、なんかいいかなっていう、うん、まあいいけどまあまず死なない方がいいですか <laughs> そうだね よかった。だから。でも、まあ、<laughs> うん、それと同時に、あ、これ生き延びたら、ラジオでネタにしようとも思ってたので。<ー>ちょうどよかったです。お、よかった。はい。生きててよかった。うん。だから、どうしたんですか。ハルパンさんはまた、このフーっていうのは何か。いや、わかんない。なんとなく。<laughs> あ、あれですよ。指向性か。あれだわかった。あの。お家について。 で、うん、はー、あ、<laughs> って感じ。みたいなああ、こっちお家みたいな。おお、いいね。<laughs> リラックスで来てるってことですか。うん、今着いた瞬間、すごい。思った、それ。おお、嬉しいね。うん。うん。そうです。あ、だから、なんか喋っててと、私はちょっと、リラックスしとくか。そう。うん。すごい、でも、まあ。お家みたいに思ってるかも、じゃん。ん あ、よかった。ね、なんか。思ってるっていうか、そのうち鼻花。なとか。取り始めないですかね。大丈夫かな。花。ああ。え、怖いね。お家みたいに。怖いね。なんかお尻ボリボリ変えたりしないですか。今お尻変えてた。お家や。お家や。え、気をつけよう。いや、いいですよ。それぐらいが。いや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 。はい。はい。 ありがとうございますいいじゃあせっかくなので今日もツイキャスをやっていますあそうですねはいスポンサーの方限定でね見れるんですけれどコメントを紹介しますねはいメーカーさんミルクセーキや食べ物ですうし、なんかアイドルの名前でしょうん、そうですわかるの俺最近ん詳しくなすごいね あと土曜日のあれもわかるよ何日曜日かちょっとわかんないけどどっちでも大丈夫あの内地のアイドルでしょそうそうそう分かる土日両方あのド忘れしてんけどもミルクセーキさんあこの人ちかうんそっかミルクセーキさんそっかはいの決まり文句みたいなのがあってあそうミルクセーキは食べ物ですは がグループ名ではないんだうん<あ>ミルクセーキがグループ名で、うん、そうミルクセーキは食べ物ですってみんなで言うんですかわいいったよね<え>それ超楽しい<ー>めっちゃ楽しかったねメーカーさんねありがとういいな、うん、そしてコシさんこんばんはこんばんはこんばんはさとさんチャオチャオチャオかっちゃん はるか山ちゃんこんばんちょい,ちょいこんばんちょいはい大きな雨って雨で,す、ね、雨ですね雨ですねうんすっごいジメジメしてるうんあのさ、うん、コッシーさんは、うん、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートにいますすで、うん、に酔っ払いさんいいですね実は奥さんとこっちにも来てくれてはいはいあ うんうん、そう奥さんとはじめましてして,てし、うん、はい嬉しかったです、えー、よかった、うんね、いい二いい人ですよねいい,い,いお似合いでしたね、うん、そしてコッシーさん金持ちそうな人がいっぱいいてこっちは元取らないともったいないと思って、はい、部屋代込みだからカクテルとかガンガン注文しすぎたああなるほどはいはいはいうん <laughs> いいねいいじゃないですか もう今日はとことん酔っ払っていいんじゃないですかそうそういいと思うねはいいいねいいなやっぱさ県内旅行いいね県内旅行もいいですよ県外ももちろんいいしねうんね、うんまあ、小石さんからしたらあれ県外だけどね<外>いいよねいいねリゾートねうんはいおですね ありがとうございますはい <laughs>、はい、じゃあ今夜もよろしくお願いします。<お>ということで今日のね、テーマなんですけどこちら「諦めたこと」です。はいどうしたんですか諦めたこと。うん。これ前にもやったことあるいやないんじゃん。ない、うん、なんかありそうと思った。ありそうと思った。 ななないいいと思ますけよねんかそうですね皆さんはありますかということでそりゃもうこの年になったらさ諦めたことばっかりいっぱいあるよねいっぱいあるいっぱいあるよねそれをねんかちょっとツイキャスが止まったはいそれをんかんていうの まあ話しましまょううっていう感じなるほどうんうんそうたまにはいいんじゃないかなと思っていいと思う、うん、じゃあ早速今日も山のように、うん、メールをいっぱいいただきましたのでこれパッとつあるんじゃないかうんうんその説濃い <laughs> 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 早速じゃあ紹介します、はい、えーと 兵庫県と言ったらはるかにガチ恋中ラジオネームかっちゃん,か,ちゃんからいただきましたありがとうございます山内さん「俺のかわいいはるか」リスナーの皆さんこんばんちょいじゃあテーマにいくでー、はい、テーマ「諦めたこと」かっちゃんはな先週の土曜日の収録終わった後買い物に行くから駐車場に行くまでたまたま、えー、空を見たら「 流流れれ星がさっと流れたんやわお<ー>すごいおまさか先週はるかのちょいちょいをちょいちょいしてためちゃいい夢がんまさゆめなんかなるわけないから諦めてるねんおおあとかっちゃんは <laughs> まだはるかをガチを失って1年も経ってないけど1年経ってないのかもうちょっとじゃないでも、うんえー、はるかの常連おたさんにはファン歴負けてるしはるか からの愛もまだまだ足らへんから、はるかからの愛はまだまだやなと諦めてる。<laughs> うんでもな、俺はなアイドルのはるかとしてガチ恋じゃなく本気ではるかに惚れてるねん。はる<ー> <laughs> かなら見つきますそれだけや。見つきます？すごいね。ありがとうございます。だからちょい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 する夢を見るんだね。もうそれはちょっとよくわかんないけどさ、<laughs> まあいいでしょう。本気だから。 <laughs> 本気だからうんまあでもねあれですねまあはるかから言えることはな,なんだろうもっと見つぎ違う <laughs> あうんとえー、っとなんて言うんですかねまあでも真剣に押してもらえるとほんとしいですうん、うん、いっぱい押してくださいほんとねうん いいいっぱい見いでくださいうんこれまだ諦めなくていいことじゃないですか確かに人生どうなるか分かんないからねうんねうん、うん、まだ終わってないしそうそうそう夢は叶うかもしれないよ、うん、確率の問題でね、はい、確率は低いはずだけど <laughs> 低いはずやけどでもそりゃそうですよ <laughs> ほうそりゃん何何 いやばっちり理想な例えばさアイドルとかさ僕も諦めたことで言おうと思ってたのは、うん、えっと伊川遥と結婚することですから、うん、はいもう諦めてますうんそうねこれそうね諦めるうんね、うん、でちょい止めてよあーこれはそうあ<ー>まだ早い的な赤ちゃんには言うのに俺には言わないわけ <laughs> うん。<laughs> <laughs> だからそれ確率的にもかなり低いじゃないですかでもゼロではないよ、うん、確かに、うん、っていう話ですお、えー、でもはるかは諦めてないから諦めなくていいかもじゃあ、うん、えはるかはそういうなんか有名人とか芸能人とかあ結婚もそうだけど、うん、なんていうの あのー、えー、友達になったりとかあのー、あ<ー>諦めてないですよ友達はワンちゃんになれるかもしれんさあそう結婚ですからあれだよまだ会ったこともない人だよいやそうですけど綾瀬はるかとかだよ綾瀬はるかと結婚するのも諦めましたもんああご結婚されてるよねまだじゃないまだだっけ多分あそうだったっけそうね そうでもさあるじゃんニュースでさ、うん、一般人と結婚みたいなそうそうあるよねなんかそういうの本当にやってられないですよねえなんでえ夢あるじゃんえ違うなんかえなんだったら私行けたやんみたいなあーなるほどそっちねうんなんで私選ばんかったみたいなでもほら結婚もさ1回じゃないから <laughs> <laughs> 説得力ある <laughs> 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 今の時代2回三回当たり前だから <laughs> 当たり前ではないんよ芸能人ともなるとさそうねいっぱいあるもんねそう,そういうのねまあ確かにだからまだ諦めなくていいと思います、うん、結婚したぐらいではねうん、うん、そうね、まあ、いろんなさオタクのあり方とかさいろんな考えがあるだろうけどさ、うん、はるかはどちらかというとなんかこのもう好きな,な,んなんていうのアイドルとかとはもう、うん 成功するオタクになりたいですねあのだってさ芸能人と結婚した一般人とかってさ<う> <laughs> あそういうふうになりたいってことえね成功したオタクじゃんってなるじゃんね確かにだって、うん、ごまきとさごまきってわかるうん分かる分かるなんか結婚した人ってゲームで知り合ったオタクでしょうんすごいよね、うん、ごまきなんてトップオブトップじゃん <laughs> ねえ

うんん諦めんで,で夢はいやらしい夢だったって、うん、それはあんまよくないかもねうんよくないよ <laughs>、まあ、想像は自由ですけれどはい、うん、よくないよかっちゃん <laughs> あでも、うんね、想像の自由はあります <laughs> はい <laughs> ありがとう、はい、続いてえー、おラジオネームラジオネーム なんですか今日はラジオネームうんこれないねちいちゃんからちいちゃんありがとうございますノーマルちいちゃんチャオチャオイチローちゃん, <laughs> ちゃんアンドはるかご機嫌いかがどうですか最高っすね俺もです <laughs> ハレも週末の3時間ライブ行けなかったよーどこでもドア出してよー定期的な叫びってきて面白いありがとう8月はいろいろあって8日しか働いてないけど9月かどこにも行ってない、えー、どこにも行けないのが正解テーマは諦めたこといろいろあるよ結界が張られた沖縄へ行くこと <laughs> 沖縄への移住をえこれ諦めなくてよくないまあいいや <laughs> もう諦めましたってえー、早いよはるかがデートしてくれないからっては,はるかもうデート1回ぐらいやってあげたらいいじゃん <laughs> えでも沖縄移住したらさ週に何回会えるよ週に3回は絶対会えるんじゃないえー、ねえ気なよこれはもうデートしてるようなもんじゃ <laughs> もんじゃ 仕事と自分の業務からすると好きな時に好きなだけ遠征できないし、うんうん、仕事ガチャしたいなおリセマラいいですね。なんすか仕事ガチャえ仕事仕事変えたいってことでしょああなるほどあの言うじゃん親ガチャ失敗みたいな。 なんすかそれ<き>あーあれは嫌だよねねえあんな言葉誰が作ったんまあいいや、はい、<laughs> お金は欲しいけど役職つくと責任の重さより悪いことと自由な行動ができないし悩ましいですはあ確かに毎週遠征してる人もいるけど年収1000万オーバーの人が多いのかなリスナーさんもお金持ち多いの まあもうちょっとしたらアイドルオタクもやらないしリアルな世界に戻るから仕事ガチャもしないんだけどね。ありがとうございます。えオタクやめるんですか。ね。うん。寂しいな。卒業宣言ちちこれ。ね。うん。いいじゃないですか一生オタクでも。ね僕はもう一生オタクですよ。そうなんですか。もちろんですよ。おおこっから。こっから。こっから,こっから始めたばっかだもんね。 始めたばっかです、うん、こっからやでなこっからやでああ<ー>へ <laughs> えー、いいね、うん、どうなんですかねでもちいちゃんもお金持ちなんでしょねまあ少なくとも僕よりはお金があると思いますようん偉いねでもその責任をが重いっていうの、ね、がそれをさちゃんと 考えてるのが偉いです最近どうですかお仕事の方 <laughs> あれかですかはいほん、なんかつい最近やらかしてまたですかまたじゃないよ <laughs> いや2年目だよ2年目でさ <laughs>、はい、なんか初めてやった、うん、なんかミスミスうんあはい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 あのー、そう夜 締め作業がはるか一人でえ、一人なんだそうですね、うん、なんで,あので1個さ忘れてたことあって、うん、でそれをさあの土曜日の朝に、うん、なん LINE 来てて「これやられたかったです」みたいな、うん、来てて「みたいななって「やば、はい!」<laughs> めっちゃやばいんですよしかもなんかあ,あその忘れたことはうん、うん、なんか患者さんの口のね型取りして、うん、なんかそれにあの硬い材料をね流し込んでおかないといけないんですけどはいはいそれをやってなかったのね、うん、それを忘れててでそれってなんかそのまあ最悪のパターンだと、うん、もう一回型取りしないといけないんですよねあ,あはいはい最悪じゃん なんでいいじゃん1回ぐらい。ええと、かんさんまた来てもらって、うん、またまた肩取りさせてください言って、患者さんかわいそうじゃんね。かわいそうだけどもさあ、自分の方がかわいいんだから、<laughs> 患者さんのせいにすればいいんだよ。<laughs> いやそんなことでいませんよだ<ら>から動くから。あうまく取れてなかったっつー <laughs> みたいな <laughs> はい <laughs> いや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 ,いや最悪だねもう申し訳ないって思って、うん、はいねえやっぱりそれで怒られたのいや怒られてはないよあそうなんだうん怒られてはない気をつね、これ気をつけてくださいみたいな反省ですかうんもうそのもう朝それ見たからもうブルーでもう <laughs> って感じだったその後ライブだったんだけどさあじゃあライブで発散して ライブの時にはもうすっかり忘れてて <laughs> でもライブ終わったら、うん、ああまた戻したわけいや、うん、もうそんなの忘れようぜずっとずっと頭の片隅にあって今でもそうで今日その土日明けて今日ね出勤だったんで、うん、今日出勤してやっとうん忘れられますあよか,よかったよかったよかったミスはね こだわらない。うん、そうね。若ち子精神ですよ、ハルパ。ま、ね。うん。若ち子大事な。大事大事。うん。皆さんもさ、若ち子精神で、ちいちゃんも若ち子精神でいこうぜ。うん。うん。若ち子でね、沖縄移住しちゃって。そうそうそう。人生一度きり、よくこのラジオで言いますけど。うんうん。なんどうにでもなるよ。マジで。うん。無責任だけど。 確かに責任は取らないけど、ね、<laughs> 偉いよね本当は偉い毎日お疲れ様です本当にありがとう続いて、えー、春パンネーム沖縄大好きさんから、うん、ありがとうございます春パン山内さんこんばんはるかこんばんはるかこんばんは沖縄愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです テーマ諦めたことうん,うん恋愛では何度か諦めたことありますが、うん、内心ちょっと諦めてる点を挙げると人前に立って表現することを、うん、ラジオ番組初めて声を通して表現している僕ですが考えてみると創作エイーサーや舞台をやってた自分気づいたら人前に立つ機会がなくなりました。うん 内心ちょっとやってみたいと思いつつ両立できるほど僕は器用じゃなく、えー、ひそかに違うねおろそかになってしまうこともあり、うん、学生の頃は失敗したたこともたくさんあります、うん。それを自分で分かってるのでちょっとばかり我慢してるところもライブハウスに立ってる人たちを見ていると気持ちが高ぶるもなかなか。 あれに挑戦してみたいこれに挑戦してみたいと思いつつも踏み出せない自分結果ちょっとだけ諦めているところがありますありがとうございますこれは完全にあれですね自分で決めた折の中に自分を入れているというほう <laughs> 山内学者はそう,そうだってさ <laughs> 自分はそういうタイプではないとかって決めつけてんじゃんはい、はい、あー そんなの自分が決めつけてるからね誰も決めつけてないですからなるほど、はい、そうですねそうそうそんなタイプじゃないかどうかはやってから考えればいいことであってなるほど今度リアルでじゃあちゃんと話しますよやあでもねすごい分かりますよねなんか。 なんていうの,その学生の時に、うん、そのなんて両立しようとしてうまくできなかったから、うん、今もうねおろそかになるぐらいならね、やらないやらないっていうふうに思ってるんだろうから、うんうん、でもそうな,なんかこの何て言うのはるかがこれ話したかったのは何、はい、だろう うん,まあね、なんか今今やらなきゃなんかもうなんていうの遅いかもしれないみたいな思うこともあるけどさ、うん、なんか今は何かなんていうの今はできなくてももしかしたらそのもう少ししたら それができる余裕が出てくるかもしれないしうんうんなんて言うんだろうねわかるそうだから、うんうん、今は諦めなくてもいいかもしれないそうそう今だからタイミングでさラジオやって声で表現してますで、うんうん、いいさねそのくすぶってる情熱というのは置いといて、うん、でタイミングきたらまたそれやれますから。うん またあります。いろんなきっかけとかってまだまだあるからこれからはもう。沖縄大好きさんさ踊りとかめっちゃキレイキレだったからさ。えー、そう。そうなんだ。見たことあるんですね。あるあるある。えー見たい。去年のねクリスマスフェスでめっちゃ踊ってた。えーそうなの。超上手だった。えおたけとかもできそうだよね。リュードルも入れそうだよ。え本当？ほんとうん。マシメンバー募集中です。<laughs> 本当に。え、じゃん、斜めから。急に。<laughs> 沖縄大好き。<laughs> 新メンバー沖縄大好きですっつってえ。え、とりあえずちょっとね、ライブ見に来てください。はい。で、毎<た>中にちょっと。その思いのかけを。<laughs> <laughs> <laughs> いや、ラジオも応援してます。<laughs> はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、続いて。ラジオネーム、ねもちんさんから。 ありがとうございます,いますはるかちゃん、山内さん、こんばんはねもちんですこんばんはこんばんばは,はるかちゃん、週末はお疲れ様でしたありがとうございます自分は、まいちゅう生誕祭だけでしたが、楽しかったですありがとうまいちゅうさん、出ずっぱりの全37曲37曲至福、うん、の3時間半が体験できましたさて、今週のテーマは、諦めたことですかうん。 よく諦めたらそこで試合終了ですよと言われてますが長く生きているとそりゃ諦めることなんてた々あるわけでそう,そそういうこと言うね、うん、毎回思うのは沖縄生きてーと思うことですね <laughs> 最近はボサブスクのおかげで現地の方々の楽しそうな様子が見れちゃうので余計に思うようになりましたとはいえ 今月はあと一回行く予定なので思いっきり楽しみたいと思います。待ちに待った台湾だし今回の生誕祭でリュードルのいろいろな進化が垣間見れたので<ー>期待しちゃっていいですよね。<laughs> はるかちゃん週末の遠征も楽しんできてね。ではありがとうございます。あ今週末遠征そうです。すごいね。いいね、うん。今週末は福岡と大分に いいねいいしょ、うん、えっとね土曜日は大分の方で、うん、合ってるかな土曜日だよねうん土曜日にえっ、ー、と新モさんっていう大分のアイドルさんがいてああいうん何度か対バンさせてもらってて前去年かなもうあの周年祭に 出させてもらったんですけど今年もね呼んでいただいてはい今年もあの周年、お祝いさせていただきますそれが土曜日で日曜日が福岡で台湾ライブあります、あのー、これもぜひね福岡たいなお近くの方とか沖縄の人もねぜひ来てくださいはいあともう一つねその次の週があれなんですよえっ、ー、とあれ あれです、ね、あれとはあの次の週21日か、うん、21日がえっとねベルリン少女ハートさんっていうアイドルさんとくくそうツーマンが決まりまして、えー、ツーマンします、うん、念願の、えー、沖縄でしかもすごいことすごいことですおーすごい、うんずいぶね、めっちゃ前 の時から、うん、お付き合いがあるグループさんなんですけど、うん、この、まあ、新しい体制になってそしてはるかもねはるかが入ってからはその「ツーマン」っていうのはねほんと初めてです、うん、はい <laughs> あの曲をねあのカバーさせてもらったりとかしてるので皆さんも知ってると思うんですけど えはるか間違ってる <laughs> っ土曜日と日曜日逆みたいですよえ土曜日と日曜日逆、うん、はいちょっと待って嘘だそして来週の収録大丈夫かなって<ん>月曜日の夜は大丈夫多分 <laughs> ちょっとそれはまあおい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 、ね、<laughs> いいですか、はい、いいよえちょっと間違えてたえはりかずっと間違えてるかもじゃあえっとねあの遠征がね、うん、福岡と 大分に行く、うん、今週末14日が福岡でえサータデーデサンデーマンデーサンデー15間違えてるね本当だそうですね15日が大分ですね逆ですごめんなさいいやあのー、まあこの皆さんのほうがほら、うん、しっかり者だからねね本当ありがとう、うん、覚えててくれてもうほ、うん本当みんなの方がすごいな ありがとうってな感じではいねこのでねその先週末が舞宙さんの生誕で3時間ライブしたんですけど、うん、すごいね皆さんも3時間そうですぶっうし一,一緒にあいや舞宙さんのねソロの曲もちょっとあったんで、うんうん、なんでずっとステージに立ってるのは舞宙さんで、うん、そうそう 何曲何曲ってもう終わらないじゃんうんすごいよねでもねあっという間で割と楽しませてもらいました、えー、はいみんなありがとうございます本当になんかさあれだよね諦めたらなんか試合終了だってさ、うん、思ってるけどさ、うん、諦めることいっぱいありますよねまあね、うん、だからさ例えば 僕の子供の頃の夢は「ウルトラマンになる」だったんですけど、うん、それはもう諦めるじゃないですかそんな感じじゃないですかそん,そんな感じだね、うん、確かに生きてるとそうですねそうそうそううん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 うてもいいすねうんだけどうんそうですねう <laughs> んてありがとうじゃあ続いて 今何を勇者したのあいや,いやいや、なんでもないです大丈夫 <laughs> うん。えっと、続いて、はい、ラジオネームこしさんからありがとうございますハル、えー、パンさん、山マアチさん、こんばんはこんばんはこしです、うん、先日のマイチ生誕3時間ライブお疲れ様でしたありがとうございます 五老体の自分は時々後方に下がったり前の方に行ったりして気を抜いてた時もありましたが、うん、とにかく前中さんのひたむきな姿勢には驚きましたね。ということで諦めたことですが今でも思うのは大学進学を諦めて高校卒業してすぐに就職しちゃったことは少し後悔してます。うん自分は、 ジュ正解。の世代で今のように選ばなければえ誰でも大学進学できるような状況ではなかったのと父は仕事が休みになるとマージャンパチンコ釣り三昧で家にいることも少なく家の経済状態も厳しくて自分は奨学金などを借りまくってバイト掛け持ちまでして進学したいという気合はありませんでした。うーん ちなみに親からは医学部か防衛大学か国立大の農学部以外には行かせない就職しろと言われてました塾も行けないのに医学部とか絶対無理ありえんでしょう確かにね3歳下の弟は農学部だったらいいんだねで農学部に進みましたが<ー>大学院の進学を親に相談したらえ極潰し えー、早く卒業して就職しなさいと言われてましたねあらー、うん、かわいそうだね,ね高校の時から奨学金を借りまくり大学時代はバイトも家庭教師とモスバーガーを掛け持ちして頑張ってました、うん、すごい大学院の2年間はバイトをセーブしないといけなくなってえそうですよね 自分も弟に少し援助してましたが40歳くらいまでに奨学金などの借金を返済した後もやり残したと社会人で大学院に再度通って博士号まで取りましたがすごい兄の自分にはそこまでして頑張れるかといえばとても無理今の職場で同じ仕事をしている若者たちは優秀だし高卒は自分しかいませんが社会人になってから 国家資格もいくつか職場で取らせてもらい、アイドルのライブ遠征ができるくらいの収入はありますので、ありがたいと感謝して、仕事をしていますし、沖縄に移住しても再就職に苦労して、今以上の生活はとてもできそうにないので、しが見つくしかないですね。ありがとうございます。うーん、すごいね。厳しいね,ね、学生時代ですよね。うん。うん でもさ、そんな中で、そうやってね、就職して今,今のねあれをね気づいてきたのすごいですね、本当にうん、うん、何がね、いいかわからないですね、本当なんかあれだよね、ねそのやっぱ大学卒業してるとさ、就職の幅は広がるじゃないですかね。うん、だから、なんていうの、まあ、転職が ね、なかなかできないっていうのもまあありますよねただちいちゃんがさ大学が全てではないと思いますうん、うん、高卒でも大きな会社の社長いるからねということですが、うん、やっぱそうだよねうんそうですね,ねだからまあでもコッシーさんはそんな言いながらさ今楽しんでるからうんいいと思いますねえ偉いよでもうん偉、うんうん、い だって2人でさ嫁さんとこねてきてさうん、うん、アイドル見て自分の好きなの見てさ、ねうん、で今石垣でリゾートしてんだよ、うん、何ちゅう人生や何ちゅう人生や、ね本当うん、リア充どころの話じゃないっすよ、うん、何じ<充>、ね、何う何 <laughs> リ,リア充 <laughs> <laughs> うん アルコはめっちゃ大学行きたかったなーっていうのはあってへえー、うん確かに大学でさ、うん、し資格とか大卒を得るというよりはなんか自分探しとかさ、うん、この若い時にしかできない経験をやるとかだったらいいと思うわけよはいはいはいそれ以外はあんまり関係ないですよねうん、うん、そうねなんか大学 うんねまあ、ぶっちゃけ今からでもまあ頑張ればいけるから。確かにっては思って今でもねなんか頑張って美大入ろうかなって考えてあいいじゃん考えてたりなんかさす<る>最終職じゃないけど、うん、なんかそういう社会人枠もあるらしくて友大とか<ー>だからんかそういうのも魅力は感じるけどねあんあイスさんから 大学で知人友人作りたかったですねってすっごいわかるこれうんなんかあの私は専門学校卒業なんですけどなんか大学はさやっぱいろんなとこから集まってでいろんなとこに出ていく人たちが集まってるじゃないですかはいで何かなんて言うのいろんな意見交換ができる場所って聞いたこともあるからはいはい それ本当にいいなって思うんですよねうん、なんか青春って感じだよねうんだしやっぱ人との出会いでめっちゃ人生変わるなあとも思いますから確かにね、うん、いいよね大学ねうんでも今の小石さんの人生もなんかそれでね歩んできたからあるわけでなんか ね、うん。はるかもこシさんと出会えてよかったしよかったです本当うんありがとうございます本当、はい、ねじゃあ続いてはいラジオネームメーカーさんからありがとうございますメーカーちゃんはいはるか山内さんリスナーの皆様こんばんはこんばんはこんばんは。 というテーマに戸惑っております。<Okay. S 1> 山内さん、思いつき理由の取り調べをお願いします。<Okay. S 1> <laughs> 結論から言うとうまくいかないことは全て諦めてきたし、これからもきっとそうするのだろう、うん。ハートが弱く小賢しい僕は小さい頃から諦めるを切り替えるに置き換えてきました。うん、めっちゃいいやん, <Yeah. S 1>、うん。思い通りにいかないことが多すぎて、 できないより切り替えてきたの方が心のダメージが少なかったからうんそれと同時に諦めたという印象も薄くなって本当は何をしたかったのかも忘れてしまうほどあーなるほどねちょっと切なくなっちゃったえー、とこれねカットしてって言ってるけど読みます、えー、例えばはるかがめちゃくちゃ好きで結婚したい ほど好きって思っても年の差や置かれてる環境の違いを僕が乗り越えられないと考えて好きになってもらう努力を諦めてあまりハードルが高くないはるかほど好きでない誰かと結婚してしまうようなななるほどん,なんとなくいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう的なおうでもきっとそれなりの幸福感は得て生きていくのだろう。はあ 本当は自分がやりたいことをあきらめずに戦うのが立派なのかもしれないけど最弱な僕はたくさんの切り替えを積み重ねてきたな大げさだけど逆説的に言うと生きることをあきらめない代わりにうまくいかないことはあきらめてきたしきっとこれからもうんさてはるかや山内さんの話も聞いてみたいではまた深いなね、ありがとうございます あ,あ深い。すごいなんかあるなあでもなあでもどうなんすかね僕はね、うん、あんとどうしようえっ、ー、と例えばさっき諦めたので綾瀬、うん、はるかとか出しましたけど、うん、じゃあこれ本気かっていうとそうでもないし <laughs> そ,そこはね。<laughs> <laughs> で一応高嶺の花っていうのは目指すんですよ男は。だけどじゃあ高嶺の花とおき合いできましたと。うん、でもこれって何て言うのかな、はい、中身と伴うかっていう話なんですよ。はあ。ほうほうやっぱ自分にとって居心地がいいとか一緒にいて楽しいとか、うん、そういった人 と、うん、とずっいいいる方が僕僕はいいなとこれ僕の意見ですああ<ー>そうそうなるほど、ね、だったら逆に緊張する美女とかモデルさんとかそのタレントさんよりは普通の人がいいっていう、はい、あそうそうそんな感じは僕は今僕はしてますから、うん、別に諦めてもいいなとは思ってるんですよ。ただ下水話し、うん、その 一回くらいはね。うん。その。いろいろと。うん。うん。難しい、なに。結婚とはまた別だなっていう気はしますね。ねああ<ー>。はい。ほう。うん。そうなんですね。まあ、でも、これは僕であり。はい,は,いはい。メーカーさんとは、だから、ちょっと違う感じも。 しますすね<ー>どうですかハルパンさんはえっ、ー、ちょっとなんて言うか忘れちゃったよ <laughs> なんて言おうとしたっけ <laughs> えー、いやーでもなんだろうなーえー、でも例えばだからすっごい好きになったけど、うん、な年の差とかなんかまあその環境の違いとかを踏まえてやっぱ 諦めようってなるっていうのがあるよってことですよねそうそう例えば女性に今多いのが相手が結婚してるとかねーああなるほどね、うん、まあ絶対的に無理だろうっていう場合はそうですねそうですねだからそれを「よし」としていくか、まあ っていうとこかなというふうにはいはいはい思ったりも、えー、でもはるかなんか思うんだけどさ、うん、なんかえなんていうのそれそんなのやっぱ関係ないしそれを乗り越えてまであのねう,ん、どうとかっていうのがなんていうの 偉いとも思わない。なんて言うんだろう。ああ、なるほど。そこで諦めないのが、うん、なんていうの、いいことなのかとも思う。確かにね。正直。うん、だからだってなんていうんだろう。諦めるのとかでなんか諦めるのにも勇気がいると思うんですよね。確かにこれさ、最近出てくるもんね。うん。 諦めるの簡単と思うんじゃねえよみたいなアニメのなんか<笑><笑>ねそう簡単じゃないよね本当にうんな,なんかわかるわ前向きでいられると思うなよって言いたくなるよねそうそう,そう、うん、だからこのさなていうのメーカーさんの切り替えるっていう言葉も本当にすごいいいなと思ったしそうそうそういいと思う うん、それでいいと思うんですよね。ううん、うん、わかるだってねこのさでもやっぱりその本当に好きだったりとかなんだろうねこの諦めちゃったなとかっていうのは残る残ったりするとは思うけど、うんね、それそれをさでも自分が選択してなんかなんていうの 後悔すらもやっぱ背負っていくっていう、それがなんか強さだと思うしお。かっこいいこと言うじゃん。かっこいい。えかっこいい。<ー>だから本当にすごいことだと思います。うん、ハルパン二十代前半とは思えない言葉だな <laughs> 今のは。は <laughs> すごいね。だからね、諦めるのもすごいことだと思います。そう僕なんてね、本当に好きな人にさ、来世でねって言われましたから。うん ほう、何す、いいね、いいね。そういうとこが好きでしょ。あ違う。悲しい。しなすよと思った。なんで。まあそういうのもね、こう背負って生きていくわけですから。うん。はい。そうだよ。ハルパン名ゲ集作りたいね。 いや恥ずかしい。切り抜き作るか俺が。<laughs> 切り抜きね。春パン切り抜き、うん。今は何でも切り抜きですから、ね、そう。春パンがずっとこう <laughs> 目描いてる。いらないいらない。いらないいらない。いない <laughs> 最悪それ,それしかしてないと思うでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうね。はい。ありがとうございます。続いてラジオネーム。 ポンタドリームマルさんからおーおーありがとうございます。はい、僕諦めました。<ー>ハルパンさんを僕の妹にすることを諦めました。<laughs> <laughs> 妹にはならないだろう <laughs>。どうやって？最初から <laughs> <laughs> <laughs>、えー。だってハルパンさんはみんなのハルパンさんですからね。うん、独り占めは良くないですよね。えー、妹独り占めっておかしいよ。<laughs> <laughs> どういうこと、うん、<laughs> あでもハルパンさんが自ら僕の妹になりたいというなら話は別です<ー>。僕にそれを断る理由はありません。<ー>いつでも受け入れます。うん、さてとじゃあ早速テーマの方にまりましょう。 夢を一つ諦めました<う>その夢とは漫画家になることです。ハルカと一緒だ。俺も一緒。<laughs> <laughs> えの、えー、その頃学校の友達と一緒にお互いのお手に漫画を描いて見せ合うという遊びをしてました。うんえー、僕は今もそうですがその頃からずっと漫画が大好きでした。特に ジャンプ黄金期の普及の名作い<や>え鳥山明先生の作品「ドラゴンボールが」が僕も鳥山先生のような漫画を描きたいそう思いながら日夜ひたすらノートに漫画を描いていました、うん、ですがある日僕は自分の描いた漫画を見て途中で気がついてしまったんですはいこれほぼドラゴンボールやんってなるほどー <laughs> めっちゃ分かるこれ,これマジで分かるわ <laughs> 主人公の神はツンツンと逆立ち背中には棒を持たせ手からはビームを出すしまいには空飛ぶ雲の上に乗せてましたおまんまだね <laughs> その時思ったんです漫画家になる夢は諦めようって僕が日夜えー、日えー 自分のオリジナルだと思って必死に描いてた漫画はただ単に鳥山明先生が敷いたレールの上を 2B の鉛筆でなぞってるだけでした。うまいこと言う、ね。でもそれはそれですごく楽しかったです。うん、あの頃の自分に言いたいです。もうすぐしたら「ワンピースっていう超ウルトラスーパー面白い漫画がジャンプで連載スタートするからなって。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。<laughs> 面白い。 <laughs> うん、めっちゃわか、ねね、分かるねこれねわかる漫画描いてましたあるかも俺もですはかあの少女漫画なんだけどえ<ー>ね女の子はあるよねきっと面白僕もドラゴンボール世代で、うん、あのドラゴンボールよく描いてたんですけど <laughs> あの僕の同級生に「うん、トリコって分かるねわかりますあれの島袋がいたんですよ うん、作者、うん、で彼が描く「ドラゴンボール」はもう並外れてたんですよはいそれで僕はもうあこういう人が漫画家になるんだなと思ってあ<ー>そしたら本当になってるからへえ<ー>しかも人気者のうんすげえなと思ってすごいねうんうわそういうの見てさ やっぱ憧れるよねうんか自分がそういうふうになりたいなってねそうだって英雄じゃんんか漫画家って英雄英雄もう先生って言われるからうんね先生だもんねアルバムも先生って言われるようになろうぜなりたいじゃあ漫画家になろう漫画家は漫画家漫画家か絵描くの好きでしょ好きだけどもう漫画の絵ってかもうずっと描いてないですよマジ うん、小,小学生までかなそういうの書いてたの今度書いてきてほしいねえ格書こうかうん<え>ぜひ <laughs> なんかリュードルの日常的なさあーやりたいせいなんか4コマとかやりたいいいんじゃん4コマね、うん。<laughs> あの「ふふ」って笑えるやつあーいいじゃんそうやりたいね ありがのうんどうしようこれじゃあ来週に回す来週に回すねえっとやっぱ天才の真似をするっていうのはあると思うんですよはい僕は映画監督になりな,かなりたかったんですけど、うん、ただやっぱり自分が出てくる発想がもう天才のものまねだったんですようんうん、うん でなんとなく諦めてるっていうことなんですけど、うん、そしたら新しいラジオという価値観に出会って<ー>で別に映画を諦めたというよりはもういらなくなくりました、はい、映画監督という夢がねだから全然良き良きそうね なんかでもやってみたいねなんか創作意欲みたいなのめっちゃある<お>何かを作りたいみたいなはいっぱいあるなんかね、うん、ちょっとく暗いけど、うん、あのー、はるかいっぱいあるけど、うん、なんかすごい思ったのがやっぱなんか人のなんか心とかはやっぱね あれじゃないですか思い通りに行、ね、かないじゃないですか、ね。はいはいはい。で、なんか、そう、なんか、はるかはすっごいこの人のこと好きだけど、うん、なんかこの人はね、そうは思ってないとか、<う>それで、ね、あんま仲良くなれなかったんだなーとか、うん、そういうのはあ、あきらめ、あきらめなきゃな、みたいな。って思います。

え、でも諦めてないですね。なんか諦めたこととかも今からやろうと思ってることいっぱいある。ああ、いいですね。うん、うん、できることはいっぱいあるなーって思った。いつでも。だから、ね、素晴らしい。って思ってます、ね。いい締めになりましたね。<laughs> 本当ですか、うん、今日は春パン、名言も飛び出した <laughs>、うん。だからね、諦める人ももっと偉いと思います。はい とということでまた来週この時間にお会いしましょうおやすみなさい。 Doo doo doo.